好きを学んで未来を目指す時系学園コムグループプレゼンツ夢はここから。こんにちは、スザンヌです。今回私がやってきたのは東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校高等課程です。この番組は人生の大きな目標、夢に向かってスタートしたティーンエイジャー、夢多き人をご紹介します。早速学校に入りましょう。いいですね。ちょっと新しいところから失礼します。お、なんかやってる、かっこいい。こんにちは。お名前聞いてもいいですか？はい、高田聖瑠です。高田聖瑠くん、はい、めちゃくちゃかっこいい名前だね。ありがとうございます。聖瑠くんの今のダンスは何ダンスっていうの？ヒップホップダンスっていうジャンルのヒップホップ、はい、めちゃめちゃかっこよかったね。力強くてパワフルで。ありがとうございます。見せてもらえたら幸せです。はい、お願いします。おー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 、うわー、ありがとうございます。もう私たち骨折しちゃう、こんなのやったら。さらに詳しくお話を聞きたいので、はい、後ほどお話を伺ってもよろしいでしょうか？お願いします。よろしくお願いします。改めまして今日の夢大きい人をご紹介します。この方です。こんにちは。東京スクールミュージック&ダンス専門学校高等課程ダンスコースプロダンサー専攻で勉強している高田聖瑠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田聖瑠さん、すごい先ほどかっこいいダンス見せてもらったんですけど、ダンスもめちゃめちゃかっこよかったし、なんとお名前もね、はい、すごいかっこいいなと思って聞きたいことがたくさんあるんですけど、はい、まずはご出身とお年、そして何年生か教えてください。静岡県富士市出身の18歳で3年生です。3年生か、はい、静岡県ってことは今一人暮らしですか？そうですね、一人暮らしで、学校の寮で暮らしてます。あ、じゃあ安心だね。安心です。そうか。で、聖瑠くんの名前の由来を教えてもらってもいいですか？船は帆がないと動かないんですけど、でも船がいくら完成してても、風がないと動かなくて、やっぱいろんな人を支えられて生きていくように名付けられました。もうなんて素敵な名前なんですかね。じゃあそんな聖瑠くんのお話をいろいろ聞いていきたいと思います。まずどうやって知ったんですか、この学校を？まずは最初、学校を探してて、専門の学校を探してて、で調べて出てきたのがこの学校で、ダンスはそもそも何歳から始めたんですか？ダンスは4歳の時からやってます。じゃあもう小さい頃からダンスを始めてて、で高校生になる時にこの学校を見つけて親御さんにいた時、どういう反応でした？なんかちゃんと調べて行きたいって母に言ったので、ちゃんと考えて行くんだったらちゃんと行ってきなって応援してくれました。めっちゃかっこいい。すごいね、お母さん理解があるね。それで来てどうでしたか？もう第一印象入って、まずその東京に来て、やっぱり友達ができるかなっていうのが心配で。そうだよね。でもそういう時に友達はどうやって作った？自分から話しかけた？それとも話しかけられるのを待ったりした？最初は自分から話しかけて、友達作ってました。本当？そっか。そしたらなんか向こうもなんか意外と話してみたらみたいな。やっぱダンスが好きな人同士なので、意外とすぐに打ち解けて仲良くなりました。そっか、同じ目標とか趣味があるって、そこが強いよね。学校ではどんな授業がありますか？学校ではバレエとか、ジャズダンスとか、結構たくさんの種類の授業のダンスがあります。そのたくさんのダンスを教えてもらえる中でも、どの授業が一番好きですか？愛先生のジャズの授業が一番好きです。その愛先生のジャズの授業って特別なんですか？愛先生は授業で手とか足、体全体の使い方をちゃんと丁寧に教えてくれて、一人一人を見てアドバイスをしてくれる先生なので。なるほど。もっとこうした方がいいよってアドバイスを的確にくれたりするっていうことなんだね。全ジャンル得意なのかなと思っちゃうけど、苦手なダンスのジャンルとかもあったりする？苦手っていう意識はないんですけど、高校生入ってからバレエダンスを始めたので、やっぱりまだ手が汚かったり、足が伸びきってなかったりするところがあるので、そこはまあ頑張っていければと思います。そうか、基本は一緒なの？そのダンスっていうカテゴライズとしては。カテゴライズはなんかバレエがあって、なんか全部のダンスの基礎で、そこから全部に派生するみたいな感じなので。なるほど。じゃあ基本の基本がバレエ、はい、だと思ってます。なるほどね。すべてのダンスのジャンルを制覇したいっていうのはあるんですか？まあ、やっぱ将来プロのダンサーって名乗ってので、ダンスっていう名前がつくものは全部制覇したいです。わあ、すごい。でも本当にじゃあそういう意味ではこの学校はぴったりじゃないけど全部できるね、全ジャンルを教えてくれるってなかなか普通のダンス教室でもないよね。ないです。あ、じゃあもう本当に精力にぴったりの学校だったんですね。 でも普通の高校の授業もあるじゃない。数学が一番今楽しくて。あ、そうなんだ。数学好きは中学の頃から得意で、から好きです。あ、いいですね。嬉しい。そういうのも聞けてちょっととっても嬉しいです。そんな高田さんですが、とっても信頼している先生がいらっしゃるそうですね。はい。担任の岩井千夏先生です。そんな岩井千夏先生からですね、メッセージが届いていますのでご紹介したいと思います。おっとりしている雰囲気の高田くんですが、踊り始めるとガラッと変わり、キレッキレのダンスを披露してくれます。修学旅行で行った姉妹校との合同発表会でダンスリーダーとして振り付けを考え、他校のリーダーと協力して短い期間で作品を作り上げました。発表会後のみんなの表情を見て、高田くんに頼んでよかったなと思いました、ということです、はい。修学旅行で合同発表会のリーダーっていうのは相当大変そうだけど、どうでした？やっぱり人数が多くて、あと他校との協力だったので、やり取りがメールでダンスの動画を送るっていうことだったので、やっぱり大変でしたね。修学旅行はどこに行ったんですか？修学旅行は沖縄に行きました。うわ、いいね。その沖縄のその舞台で何人ぐらい参加するの？その発表会っていうのはダンス。東京からは20人ぐらいとか来てたんですけど、大阪とか札幌とかも来てて、それ合わせると60ぐらいは。どうでした？終わった後の達成感は。やっぱ千夏先生も言ってくれたんですけど、発表会後がみんな笑顔で楽しくダンスを踊ってくれたので、それが良かったです。すごいね。高田聖流さん、それでは最後に伺います。これから10年後の未来の自分に贈る言葉は何ですか？はい、私はプロダンサーとしてバックダンスやコレオグラファー、ミュージックビデオ作品などのダンスに関わるさまざまなシーンで活躍しています。見えます。ありがとうございます。本当になんか振り付けだったりいろんなジャンルで活躍できるダンサーさんになってると思うので、はい、本当にいつでも応援してますので、頑張ります。10年後と言わずに数年後に、数年後に見えたらいいなと思ってます。はい、今日の夢大きとは、東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校高等課程ダンスコースプロダンサー専攻で勉強している高田聖流さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。